あんたは東条会と陽明連合会をいっぺんに敵に回したんだ。なめてんのだ！てめえも！奥だよ！俺を甘く見やがって！死ねどけ、すごい。あんたじゃ殴り殺すのに時間がかかる。父は俺の本質を見誤っていたよ。俺にはあの人を超える野心と抑えきれねえ力への渇きがあった。日の当たる道を歩かせようって親心がかえってあだになった。抑えつけられりゃ反発するのが子供ってやつじゃねえか。裏社会でこそ生きるこの俺の才能に親父は気づいていたはずなのにな。伝説の極道クルス・タケルの名は俺が名乗るべきなだ。銃数える前に立て。出なきゃ女を殺す。おじさん。おっと、無理かな。あ？踊れはこっちじゃ。岩見さん。兄貴。頭、ハルカとハルトは俺らが守ります。抜け駆けしたわ。後でみっちり説教したるけ。あんたら立てや。立って使わせ兄貴。兄貴立て。この死に損ないが。誰に喧嘩売ったか、これからたっぷり思い知らせてやるぜ。ふざけるな。岩見さん、踊れの相手はこっちじゃ。おじさん。思い残すことは何もねえ。俺と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ、岩見の坊ちゃん。貴様Yeah.
傷つけ全て失っちまってもそまちゃならねえ、それこそがジャスティス、ジャスティス for breaking the law、待ちかねてる人たちが大勢いる。お前は極道の世界に仇を巻き込む下道だ。仕事でふすがい女とかよ、殺せ、撃ち殺せ。ナグモ！くそ！大丈夫です、兄貴。あいつらを頼むぞ、ユタ。しっかりしてくださいよ、兄貴。